ジカルデザイナーシナパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析編、今日もジャンプ力を上げるフィジカルの使い方考えていきます。今日は NBA のスーパースター、 NBA のもうほんと一番今伸びてる選手じゃないですか、ヤニス・アデトクンボ選手でございます。もう規格外の選手、 MVP も取りましたよね。実は共に認めるもうナンバーワンの選手ですよね。この選手もちろん瞬発力が半端じゃない、ジャンプ力半端じゃないんです。この選手から学ぶのはですね、地面を蹴らないでダンクをぶちかます方法でございます。考えていきましょう。矛盾してるけどこれはね実現するんですよ。刮目してください。というわけでですね、アデトクンボ選手でございます。アデトクンボ、アデトクンボ、ヤニス選手と呼びましょう。ヤニス選手、本当ね、昨年ですかね、NBA の MVP を取られた選手ですね。もう本当に、まだ若い選手なんですけど、これから多分レジェンド級の選手になっていくんじゃないかなっていうふうに、デュラント選手とか、コービー選手とかも言ってるような選手ですよね。この選手ね、好き、いろんな選手好きよ。結構3分目に入るぐらい好きで。俺ね、こういうのがね、家族をめちゃくちゃ大事にする選手なんです。最近ね、まあ最近というか1年前ぐらいですかね、ナイキからシグネチャーモデルのバッシュが販売されたんですよ。ズームフリークか。ですね。この靴の決められたエピソードが好きで、本当に家族を大事にして、家族がいなければ僕は NBA 選手になってないということで、ソウルにはね、バラの、モチーフがあるんですよ。でそのバラっていうのが、まあ、亡くなってしまったお父さんの好きな花だったんですね。自分が一歩踏みしめるたびにお父さんが支えてくれるっていうふうに自分は思ってるから、ソウルにバラをしたためたいということを言ったんですよね。かっこいい、かっこいいよね。そして4人の兄弟がいるんですね。でこの4人の兄弟がいなければ僕は NBA 選手になってない。なんならサッカーが好きだったらしいんですよ。そこで支えてくれて頑張っていけたのは兄弟のおかげということで、靴の紐は4本になってるんですよ。4人に支えてもらう。そしてここで気づくわけですね。お母さんはどこ行っちゃったのかな。まあ複雑なんでしょうね。今日分かんないですけどね、家庭いろいろあるんでしょう。お母さん分かんないです。お母さんはこのズームフリークに入ってなかったです。入ってるかもしれない、名前とか入ってるかも。僕もリサーチ不足です。アデトクンボ選手、本当に身体の半端ない、いろいろ挙げればキリがないオールラウンド選手なんですけど、あくまでもダンクの時のヤニス選手の体の使い方を考えていくんですけど、ヤニス選手ってちょっと画像を上げましょうか。これ走ってきてドライブしてきて、ダンクをする時の、ジャンプの方法なんですけど、まあレブロン選手ちょっと上げまして、ね、こちらにちょっと上げてみます。レブロン選手はレブロン・ジェームス選手は一回こう下がるような動きを肩とか足で作る。まあ、あとは、ビンス・カーター選手の動画でも上げましたけど、一回下げることでパワーを生んで、それを解放して上に飛んでいくっていうのがあるんですけど、このヤニス選手は、ドライブからの時ってあんまり下に下がらないで、平行に走ってパンって上がって、ドーン終わり !NVP! って感じなんですよ。まあ、もちろんゴール下から一回しゃがんだりとかしますけど、これなんでなのかなと思ったら、蹴ってないという結論に出しました。嘘です蹴ってます。あまり蹴ってないということですね。早いな。言葉の嫌ですよ。言葉の嫌です。再生数が欲しかったです。あんまでもこれは事実、あんまり蹴らないで蹴る以外の動力を使ってダンクをしてるんです。これは私たち日本人蹴る力弱いよね、 NBA 選手よりは。これねもらえる動力だと思うんですね。これダメな踏み切りです。足を踏み切っている足と後ろに残って走っていくんで、後ろの足がどの位置に関係にあるかを今日見ていくんですけど、はい、これダメなパターン、これいいパターンです。踏み切るジャンプに使う足と反対足の位置関係が後ろにあると、これもうジャンプしてこっち側に行きたいじゃないですか、斜め上にドライブしてダンクをするので。でもこの足の重さもあるんです。これが後ろにあるってことは斜め下に重りが残ってて、ジャンプと反対の動きをしちゃう、重りが残っちゃう。加えて足が踏み切る足とできるだけ近い位置、もうヤニス選手は両膝が並んでるぐらいになってるんですね。で後ろの足の使い方がめちゃくちゃ前にしっかり持ってこれてるってことです。この足の分の重みがこの斜め上に飛ぶ時のように邪魔をしないっていうことなんですね。その反動というかその裏付けとして、ドライブからダンクをするときヤニス選手はもう間違いなく、ま、ほぼ間違いない頻度で膝蹴りかましてます。右膝がこう、まあ右手でダンクする場合は右膝がこうやって上がったような状態でダンクをしていることがかなり多いんですよね。もう膝蹴りはしてないんですけどね。ちょっと嘘がちょっと多かったですね。まあこのような状態になるのは足を、踏み切る足と反対の足を前に持ってくるっていう動力で、上、斜め上、前っていう動力を反対のこの浮いてる地面を蹴ってない足で浮いてるから、こういうダンクのフォームになるわけです。この使い方ちょっとね実際やってった方が早いと思うんで考えていきましょう。ヤニスのお母さんも見てくださいね。お母さんのおかげで NVP があると思いますよ。いきましょう。ごめんなさい。シダパン、では、やっていきたいと思います。じゃあまず
今回に関しては、まあドライブしてって、右足で、左足でジャンプをする。で、ダンクをするっていう場面ですよね。左で踏ん張りたいです。じゃあ右足はどうしたらいいかっていう話なんです。ジャンプする足がついたときに、右足がこうやって後ろ側、こっちの方がやすいですね。左足でジャンプするときに、ゴールこっちですね。右足が後ろにある、残ってる。当然、こう走ってるから、後ろに蹴った後は行きますよね。ここの蹴った後の引き付けが、遅いと足が後ろに残ってる。足が後ろに残るとか陸上でよく言います。陸上でとかではそのロスをなくすために、なるべく早く蹴ったら、すぐ持ってくるっていうことで、ストライドを伸ばしていくんです。これ本当陸上選手の動きなんですけど、ヤニス選手やってるんですよ。踏み切り足がついた時にもう膝が今横から見て両膝並んでますよね。こういう位置関係なんですよ。でここからジャンプする時に右膝が上がっていくっていうことなんですよね。だから踏ん張った時に無駄な重りが後ろに残ってないから、左足の力もロスがないし、前に振ってきた足をさらに上に上げる動力もあるんで、それもさらに動力、ジャンプ力に増せる。これちょっと意識するだけで結構違うと思います。じゃあそれを身につけるためのフィジカルトレーニングをやっていきますよ。母さん見てますか？やめろ。じゃあまずランジ、左足前出しましょうか。でそのまましゃがんでください。膝つきましょう。でスネは絶対垂直にしていてください。ハムが使いやすくなるからね。ラスの動画見てここにこの動画見てよ。わけはそこに書いてあります。こっから左足でジャンプをしていってほしいんですけど、こんなやっちゃダメよ。残ってるから半減しちゃうから前持ってきますよ。なるほど。これシザースっていう動きです。足を入れ替える動きをジャンプの時にいきます。まあ、手も使っちゃっていいです。今陸上とか左足前、右手は前にしましょう。で右足が後ろ、左手が後ろです。ここからジャンプした時に入れ替えます。ちょっと見せますね。ここからこういう動きです。こういう動きですね。ジャンプした時に足を入れ替える。地面に足を伝え切る時、ここが立ってって膝が伸びきる時に一番地面に力を伝えられます。まあダンクでジャンプしたい時ですよね。この時に膝がしっかり前に持ってくるっていう動きをこれで身につけていきます。これね、ボールとか持ってやってもいいかもしれません。手とかでやると走ってるのに近いんで足が前に出てきやすいけど、バスケそれじゃダメだよね。上はパスとかいろんな選択肢を視野も広く持って腕のコントロールしながらなんで、ボールを持ちながら、ボールをしっかり持ちながら、こういう動き。今これこうなっちゃってるじゃないですか、うん、この視点でできないんですよ。もうダンクなんでこうフリーにしておきたい、影響受けないようにしておきたい。だからボールはこの位置のまま。ダメだ、できねえダメだみんなに見本見したかったけどできねえ俺は NBP 行けねえNBA も行けねえし母ちゃん出してくんじゃないよみんなやってみてねみんなやってみてください。以上がですね、ヤギスアテトクンボ選手の、地面を蹴る、あまり蹴らずに蹴る足以外の努力を使ってダンクをしやすくするジャンプ力を増させる方法でした。ジャンプ力をねつけさせる方法っていろいろあるので、これ才能じゃないですよ。皆さんも努力、頭で考えることで体の使い方を見つけることでやっていけるので、ダンク諦めないでください。やっていきましょう。俺もちょっと今心折れたけど頑張るわ頑張るから俺も一緒に頑張っていきますんで、他にも、ジャンプ力を上げるためにこの選手の体の使い方を解説してほしいとか、NBA 以外でもいいですよ。他のスポーツでもこの選手の体の使い方を解説してほしいっていうのがあれば、リクエストコメント欄でよろしくお願いします。次回のフィジカル分析もぜひとも活目してください。ではまた。